西条は北海道内卸市に本社のある企業。東北を中心に総合スーパーの西条をはじめ、スーパーセンター、ベステムや小型スーパーのキューマートなどを展開している。1947年10月に西条忠夫が西条商店として内卸しで創業。1957年11月に西条五福店となり、 1973年7月には百貨店法による百貨店となった。その後、1975年8月には稚内市に稚内店8月に稚内駅前店に店名変更。1978年1月には市別市に市別店を出店し、道北地方の広い範囲で営業を展開するようになり、1981年11月に社名を 株式会社最上へ変更した。1990年代末以降、北海道卓食銀行の破綻をきっかけに、道内経済が低迷したため、北海道内各地の百貨店や量販店も苦戦を強いられる中、既存店舗の大増築、新業態への挑戦などの策を打ち出し、経営の安定化に努めた。また、この時期に株式公開を目指したが、事実上断念している。 1990年8月には、輪っか内市南部の郊外に、輪っか内店を出店して、郊外型大型店の展開に乗り出し、1997年2月、市別店を郊外へ移転させ、2004年9月に、輪っか内駅前店を閉店するなど郊外への店舗網のシフトを進めた。1998年6月に、エサ店を出店し、1999年9月には、 名寄本店を増築して、新装開店した。2003年10月10日には、東神楽町に、スーパーセンターベストム東神楽店を開店し、2004年11月8日には、中村の町に、スーパーセンターベストム中村の店を開店するなど、スーパーセンター事業に進出したが、中村の店は、開業初年度の売上が目標を下回るなど、必ずしも、順調にはいかなかった。 長年、ナヨロ本店が、名実ともに、当社の基幹店となっていたが、2008年4月25日に、イオンナヨロショッピングセンターが開業したことで、大きな打撃を受け、最盛期には300億円近くに達していた年賞も、近年は100億円台後半で推移している。近年は、大型店同士での競争を回避すべく、主要都市の中心市街地や、 人口数千人規模の過疎町村でも成立する食品スーパー、キューマートの展開を進めている。2006年11月の下川店を皮切りに、名寄市風連、名寄駅前、中川町や猿ツ村に展開している。また、2015年3月13日、ベスト無東神楽店に併設して、約30のテナントが入居するショッピングモール、 アルティモール東神楽店を開店した。西条店舗のうち、名よろ、しべつ、わっか内の3店は長らく、西条百貨店の名で親しまれてきた。しかし、以下の理由から百貨店と位置づけることはできず、実態は総合スーパーである。総合スーパーホームセンタースーパーセンター食と暮らしの、ディスカウントストア小型食品スーパーマーケットスクラップ。 アンドビルド戦略により閉鎖された店舗。ありがとうございます。